ライズクリエーション株式会社格闘技イベントライズワンンセブナイン、2 0 2 4年6月30日日曜日東京後楽園ホール下向き黒三角第5試合ウェルター級 67.5kg3 分3 r ゼロアビコ高正 YSCC キックボクシングチーム KO2R0 分28秒右ストレート黒丸西田翔、 ターゲット渋谷、ホト、安彦の KO パンチが入った瞬間、元年俸120円 J リーガーのアビコタカマサは、動物性食品を口にしないビーガンで現在46歳。水抜きなしの 10kg の減量に臨み、今回を迎える。前回の試合は昨年11月、オープンフィンガーグローブ大会で前口ソンと対戦するも、肩を脱臼というアクシデントに見舞われてニルコ負け。 今回が再起戦となり、ターゲット渋谷の西田翔と対戦する。1R、安彦は前蹴りから右を伸ばしてコンビネーションにつなげる。西田はローキックから右のパンチを放つも、安彦はクリンチ。さらに安彦はパンチからバックブローを見せて、翻弄した。2R、西田は前へ出て右を放っていく。安彦は前蹴りを突き刺し、パンチへつなげる。 西田が前へ出てところに安彦の右が入り、ダウン。ダメージを見たレフェリーは試合をストップした。KO 勝ちの安彦は、この試合を受けるのは迷いました。目指すところがあるので、でも受けました。西田選手と同い年、合計92歳、やばいですよね。でも、もっと上へ行きましょう。次回はオープンフィンガーで行きましょう。グローブは邪魔で仕方がない。 みんなを幸せにしたいと挨拶した。